音が聞こえる。I don't think so. Yeah, we have to get on the bus and go back to the museum, then get another bus to Andong, I guess. たまたま一緒だった。何人だろう、あのアジア人の人たちと帰りもたまたま一緒になって話しながら帰っていて、しかもあのいろいろ教えてくれた韓国人の男の子2人組も全く同じバスだったんで、本当たまたまなんですけど、アンドまで一緒に帰ってきてバイバイって分かりました。しかもですよ、あのホテルの受付の女性がいるんですけど、さっきあの出かける時に実はバス停で1回会って、今帰ってきたらこのタイミングでまたバス停の降りたところでたまたま会うという、どれだけバッタリ遭遇するんだっていうぐらいバッタリしてます。ご飯ありそうな通りを見つけました。あるかな、わかんないけど、お店も全面にマスクを押してますね。明日のことも考えて駅だけ下見に来ました。明日の、安藤からソウル行きの時刻表をもらいました。ちょっとあのバスも、むしろバスの方があの基本的によく使うらしいので、ちょっと両方調べてみたいと思います。おはようございます。やっぱり僕以外誰もいなかった。今日はいよいよ最後、一番北ソウルに向かおうと思います。で、あのここ安藤からは高速バスとあの電車が出てるんですけど、あ、ちなみに高速鉄道はないです。基本は高速バスらしいんですけど、逆にあえてまだ電車に乗ってないので電車で行ってみたいと思います。ちなみに電車の方が時間かかります。バスだいたい3時間半ぐらい、ちょっと向かってみましょう。The train1622 11:19 1 ticket to Seoul, right? Yeah. Seoul. Pyongyang station. Ah, okay, okay. Today, 11:19 Then. Okay. Pyongyang. Pyongyang.Okay, one. Sit down. Okay. Platform three. Okay. Thank you. で、電車のチケットを買いました。
15,400円で、3時間半かけてアンドンからソウルに向かいます。チョンヤンニっていう場所に着くみたいですね。どこかわからないけど、プラットフォーム3。